聖体の行列聖体の祝日祝福の祭壇聖体の祝日あるいは生体祭は、正方カトリックの祝日である。また若干の英国国教会や一部のルーテル協会、リベラルカトリック教会などでも祝われる。これは聖体を崇める祝日であって、イエスの人生での特定の出来事を祝うものではない。この木曜の祝日は、最後の晩餐における生体の秘跡と結びつけられている。 この祝日は、三位一体の主日の後の木曜日に、または一部で日曜日に持たれる。現在のカトリック教会典礼では、この祝日は、イタリ聖なる、キリストの体と地の儀式とされている。多くの英語圏の国では、生体の祝日は、カトリックでも英国国教会派でも、三位一体の主日の後の日曜日へ移されている。ミサ終了後、 生体の行列を行うのが慣例で、そして生体の祝福が続く。移動祝祭日である生体の祝日は、3位一体の手術の後の木曜日に、また国によってはその後の日曜日に祝われる。最も早い場合、木曜日の祝日は5月21日、最も遅い場合6月24日にあたる。日曜日の祝日は3日後にあたる。 2022年までの木曜日の日付は以下の通り。生態の祝日は、オーストリア、ブラジル、ボリビア、コロンビア、クロアチア、ドミニカ共和国、東ティモール、リヒテンシュタイン、パナマ、ポーランド、ドイツの一部、ポルトガル、サンマリノ、スペインとスイスの一部、グレナダ、セントルシアとトリニダード,ド・トバゴなどを含む、伝統的にカトリックである国の公式の祝日である。 ありがとうございます。